ぞ。カサネは一体何を考えてるんだ。最初に会った時からよくわからない子だったな。子供の頃俺を助けてくれたあの人に似てるのも謎だし、面と向かって会話しててもなんとなく会話が噛み合わない感じだったし、でも理由もなく人を殺すような子じゃない。確信はないけど、それはきっと違う気がする。カサネに何も教える気がないなら、何が真実なのか俺が自分で見極めるしかないんだ。たまにはルカとも話したいな。少しでも休んでおいた方がいいな。吹雪連隊長からのメッセージ。吹雪だ。現状の報告を受けたい。この間の場所で待ち合わせよ。吹雪連隊長からメッセージが届いた。みんなにも来ているか。俺のところにも来てた。私もこの間の場所ってセーフゾーンのことだよね。監視されていると言っていましたし、念のためぼかしたんでしょうね。でも吹雪連隊長はスプリング製薬の人でしょ。あのアンプルの、あの工場みたいな場所のこと知ってるのかな。知らない方がおかしいでしょうね。このタイミングでの呼び出しは何か意図があるのかもしれんな。海抜群病院でアンプルを処方されたんだから、政府は何らかの形であの工場の製品を仕入れてるんだよな。それを吹雪連隊長が橋渡ししているとも考えられるのか。吹雪連隊長も敵ってこと？私たちに便宜を図ってくれたのに。それ自体が政府に従順なふりをするための手段の一つだったのかもしれない。疑うことは簡単だけど、まずは話を聞いてみよう。ユイとは大胆ですね。でもまずは人を信じようとするその心がけはとても好ましいです。僕も見習わないと。ユイとがお人よしだから私たちが疑り深くてちょうどいいのかも。かもしれないな。すまないね、こんなところに呼び出して。この間はルカの行為に甘えたけれど、あまり頻繁にあのアジトへ行くのは危険だからね。僕の監視役に気づかれてしまう可能性が高い。ご配慮ありがとうございます。セーランでの情報は渡るから聞いている。僕たちの活動に影響のない範囲で政府にも報告済みだ。大丈夫なんですか？吹雪連隊長のご実家はスプリング製薬の。だからこそさ、自分の家の背信行為を告発することで政府からの信用が上がる。それにあの研究所設立を最初に提案したのは僕とカレンだからね。え？アリスのことはもう知っているね。彼女はまだ怪異の姿であの研究所にいる。僕らは悪用されることを承知でアリスを守るためにセーラン氏をそそのかした。その結果があのアンプルと反乱だ。愚かだったと思っている。この国はどうなっているんですか。セーラン氏も反乱を起こしたとはいえ、同じニューヒムカの町です。スオーでは人体実験、セーランでも同じような真似をしている。全ては怪異という脅威に対する武器の開発だ。片方は超能力を強化する方針を進め、もう片方は
怪異そのものを御する方法を模索している。怪異って一体何なんでしょう。断絶の春以降突然現れるようになったと聞いていますが、正体は全く分かっていませんよね。そうだよね。あとは断絶の帯で生まれるらしいってことぐらい。野生動物の突然変異ではないかと言われているが、本当に野生種なのだろうか。怪異の正体そのものすらも政府が隠蔽している可能性がありますよね。やはりそこだな。え？一般市民も怪異に何か異質なものを感じているのは間違いない。だからこそそこを突くことで政府の人格強制を無効化する。例えばニューヒムカの国民全員に政府が隠したい秘密を暴露するということですか。兄さんが反乱の時にそうしたように。その通りだよ。かつて僕とカレンは人間が怪異化する瞬間の映像を全国民の脳に直接転送することを目論んでいた。だが証拠となる決定的な映像は見つけられなかったし、カレンの人格を盾にされて僕も動けなくなってしまった。だから政府のスパイをさせられるようになったんですね。あ、だが今ならナオミの時のデータが凪経由で研究のために保管されているはずだ。人格強制の時記憶も奪った。確かに凪が退院してきた時ナオミの怪異化のことを全く知らないような素振りだった。でもそんなことをしたら脳にダメージが残りませんか。特定の記憶だけを抜くことは脳への危険が伴う。しかし彼らはそれぐらい何とも思わないよ。君たちも同じ記憶を有しているが、データとして取り出すにはリスクが大きすぎる。だからすでに取り出されて保管されている凪の記憶データが必要なんですね。そう、今なら政府の非人道的な行為の証拠としてデータを全国民に転送できる。荒はばきを使えばね。荒はばきにアクセスできるんですか。ああ、君たちがセーランに向かっている間に荒はばきの制御層へ入る許可を得た。一度しか使えない臨時パスが支給されている。しかし凪から奪った記憶はどこに保管されているんですか。前に君たちが侵入した旧海抜群病院だと思う。確実な情報でなくて申し訳ないが、あそこは超能力研究のための施設だからね。確度は高い。タイの再編成完了後に旧病院へ潜入してもらえるかな。タイの再編成、そうか、そんな話をしていましたね。私はユイトのタイに残る。私だってこんな世界は嫌。そうか、それじゃあ花火だけ転出ということでいいね。待ってください、私も残ります。花火いいのか。俺たちと一緒にいるってことは政府から摘発されることになるかもしれないんだぞ。その時はその時よ。だっていろんな嫌なことをしちゃったんだよ。仲間が何とかしようって頑張ってる時に私だけ知らんぷりなんてできないもん。実家に迷惑がかかるけど本当にいいんだな。うん。っていうかおじさんだけじゃなくてお父さんたちも本当は知っているんじゃないかって疑いたい気分。そう、ありがとう。助かるよ花火。それじゃあ怪異化の記憶データの件よろしく頼むよ。僕が行ければいいんだけれど、荒はばきへのアクセス権を奪われるのも困るから今は動けないんだ。ユイトも目立っているのは間違いないし、病院への潜入は二度目になるからくれぐれも慎重にね。はい、分かっています。そうだ、今から旧病院の警備システムを攪乱するためのデータを送る。姉には劣るが僕もそれなりにプログラムを組めるからね。潜入の時にはこれを使ってくれ。ありがとうございます。それじゃあよろしく頼むよ。
こそ。結局タイのメンバー全員で一緒に行動できることになってすごく心強いよ。みんな思いは一緒ってことかな。姿は消えてるが、まだカイはそこにいるぞ。サスを使えば楽に探せるはずだ。前、ナギを探しに来た時は記憶データを保管していそうな場所なんてなかった。あるとすれば、建物の最も奥深いところだろうか。簡単には入れないような場所のはずだ。システムは吹雪連隊長のプログラムで撹乱できる。安心して進んでくれ。了解。
つぐみ今いけるぞ。倒れたぞ、一気に攻めるんだ。畳みかけるぞ。かけるぞ。やったか。よし、いい攻撃だったぞ。
です。これってかなりレアものじゃないか。物資反応があるみたいだな。ユイトはちっちゃい頃この病院に入院してたんだから、建物の構造に詳しかったりしないの？そのはずなんだけど全然覚えてないんだよな。まだ小さかったせい。こいつだ、来い。真ん中だ。よいしょ。来い。よし。
てくれ。使わせてもらう。ほら貸してあげる。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。それユイタ。頼むつぐみ。ここはブラスちゃん。瞬間移動を使うと楽かもしれないな。油まみれなら火をつけたら燃やせそうだな。どうぞ。ユーハナビいつもだ。攻撃が効いて今の場所が弱点か。狙えるぞ。Take it!
えます。悔しい。集中すれば倒れたぞ。一気に攻めるんだ。スイッチになりすぎました。やっ、俺がやる。終わりだ。今の一撃は見事でしたね。ルカ頼め。近くに物資反応を見つけた。そこにいるぞ。サスを使えば楽に探せるはずだ。ファイルして返す。
あれを食らうと、ベッドベッドになるぞ。
気にする気かよ。まだ行けますね。しまった行くぞ。熱くなりすぎました。これは行けますよ。まだやれるよな。行きますよ。